松浦の万葉は、日本最古の歌集万葉集の和歌約4500首の内からず、東松浦に関係する30首のことである。主に、玉島川の歌やさよ姫を忍んだ歌が主体。726年に、山上奥良が、筑前国首。728年に、大友旅人が、太宰卒に任命されたことが大きく影響している。多摩島川や松浦川に関する歌。 両する、天の子供と、人は家ど見るに知らえぬ夫の子と玉島の子の、川上に家はあれど、君を恥しみ表さずありき松浦川川のせ光りあゆ、鶴と立たせる妹が、ものすそぬれぬ、松浦なる玉島側にあゆ鶴と立たせる、これが家地知らずもとうつ人、松浦の川に若あゆつる妹が手本を割れこそまかめ、若あゆつる松浦の川の川並みの波にし思わばわれ、 恋姫やも春さればれ家の里の川門には、あゆじさ走る君、間違てに、松、浦川七瀬の淀は、淀むとも我は淀まずくのをしまたむ、松浦川川の瀬早見くれないのものすそ濡れて、あゆかつるらむ瞳なのみらむ、松浦の玉島を見ずてやわれは、恋しつついらむ松浦川玉島の裏にはかあゆつる、妹らをみらむ人の羨ましさ君を待つ松浦の、裏の娘女らは、 常世の国の天娘女かも帯日ひり神の命の、魚釣りラスト、おたたしせりしいしを、誰みき百日しもいかぬ松浦寺教を生きて、明日はコナムを何か触れる、鏡山の松浦さよ姫像鏡山伝説に関する、歌。松浦県、さよ姫の子が、ひれぶりし、山の名のみやききつついらむ凍津人、松浦さよ姫夫と恋にひれぶりしよりを得る。 山の名山の名と言い告げとかもさよ姫がこの山の上に、ひれを振りけむ漫大に語り告げとしこの角に、ひれぶりけらし松良さよ姫うなばらの沖行く船を、帰れとかひれふらしけむ松良さよ姫行く船を、振りとめみかねどうばかり、恋しくありけむ、松良さよ姫音に聞き目にはいまだ見ず、さよ姫が、ひれぶりきと含む松浦さんかしわ党に関する使い、白木氏の和歌。 帰り来てみむと思いしわが、屋外の秋葉ぎ薄ちりにけむかも、天地の神を祈りしつつ割れまたむ早きませ君またば、苦しもくんを思いわが恋ひまくはあらたまの立つ月ごとに、咲くる日もあらじ秋の夜を、長みにかあらむなにそここば、眠りの静まらえぬも、一人寝ればか、足ひめごふなどまりけてけむ。松浦の海妹が待つべき月は今日につつ旅なれば、思い耐えてもありずれど、家にある妹し思いが、 なしも足引きの山飛び越ゆる狩りがねはとにかば、妹に相てきね松浦船に関する歌。さよる吹けて堀江コグなる松浦船家事の温厚しみを、早見かも、松浦船騒く堀江の実を早見舵取る間なく、思うほよるかも。ありがとうございます。